ちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。はい、今回からですね、新しい生地にで作っていこうと思いますね。作るものはですね、前のやつと同じもので、ちょっと比べる感じもあってですね、引き続き同じデザインになりますね。かまぼこっていう名前のボストン型になります。これのね、前の同じかまぼこの形やった時にですね、ちょっと素材の種類も違うこともあって、なんかね、ちょっとね、形がね、うまくできなかったので、今回はですね、その形がうまくできなかった原因が、結局裁断のところなんかに、芯張りのところだったりとか、その最初のポイントにあるかなということで、今回ちょっと工夫をしてみたところが、今回のポイントになります。こんな風なんですけどね、芯地をですね、表地だけなんですけれども、型紙に当てずにですね、裁断する前に芯地を貼ってしまうではないかというやり方をしてみました。前の時にですね、まっすぐのラインがですね、ちょっと歪んだりして最後にいい形ができなかった原因もあるのかなと思うと、一番最初にですね、形を整えながら芯地を貼った長方形のこのパーツ、大きなパーツを作っておいて、そこで落ち着いて型紙を当てて裁断するという、その後がもういきなり縫製に入る。芯地、前はちょっと芯地をその後に貼ったりしてて、やり方も、もちろんそのやり方もあると思うんですけれども、ちょっとこういう順番で今回は、これだけがね、材料の生地の ある分なんですね。表地の。この細長いやつに全面的に芯をね、貼っていくんです。で、縁とか別に飛び出てても大丈夫なんですね。これを全部使うわけじゃなくて、ここからカットして使うから、後で芯地を整えるためにカットするっていう作業がなくなるわけですね。その代わり最初にこの全体的に大きなやつを貼るんですけど、これが可能なのもね、ある程度の狭い幅だからなんです。で、こちらね、裏地なんですけど、今回ね、この裏地で面白いことに気がつきまして、結構長い間ですね、ご紹介でね、あまり畳まない方がいいよって言っといたにもかかわらず、畳んじゃってたやつがありましてね、これをね、アイロンでね、結構綺麗に落ちていくんですね。そういう素材もあるよっていうことですね。だから全部が全部、畳みじわがね、残ってしまうわけでもないものもあるねっていうのの例でした。あちらはですね、ちょっと長さが長すぎて、ちょっとね、こういうやり方できなかったので、少しずつね、いろんなやり方をしていくんです。こう、粗立ちをして、パーツさえ何も型紙に当てずに、こういうね、大まかな感じ、本当はここを裁断したいのに、長方形の何かね、ランダムな感じでやっといて、芯地を貼って、接着芯貼った後にカットすると、すごく綺麗にラインが出てますよね。そんな感じでやるパーツもあるっていう感じです。で、そうじゃないパーツもあったりして、ちょっと使い分け的にね、いろんなやり方を組み込んでやった芯張りになりました、今回はですね。で、結局のところポイント的にこれね、ポケットの袋のパーツなんですね。だからそんなにまあめちゃくちゃ気にする、神経質になる必要もないんですけどっていう感じですね。あとはこう長いものは、これ長い側面のところというかマチですね、長いやつを帯みたいにこうやって組み合わせ、なんか張り合わせる感じに作るので、2つぐらいに折るとまっすぐにできます。結局はなんかバッグでもですね、左右が対称っていうイメージってね、あると思うんですよ。右と左で違うから、なんか歪んじゃって見えたりしたところが前回の反省だったので、左右対称ということは、つまりは同じになるようにするには、真ん中で2つ折りにした型紙で輪にして裁断した方が、まっすぐでやるよりもかなりうまくできるなっていうことを今更ながらなんですけど、そういうやり方で長いパーツはやりました。なので側面のパーツと、あとショルダーですよね、細長い2本ね、リュックなので、それはね、こういうふうに2つに折ってやるやり方をして、裁断をぴっちりやっといた後に芯地を貼るっていうやり方なので、また さっきの粗立ちのやり方と少しちょっと違う感じの粗立ちですね。粗立ちでもいろんな意味があって、芯地だけをこういうふうに粗立ち、これ今だとこれ芯地だけを粗立ちしてる感じになるし、本体自体の生地も、裏地なら裏地も粗立ちして、後から芯を貼った状態でくり抜くね、型紙のようにくり抜くやり方をするのかとか、いろいろあると思うんですよね。今回はそれをいろいろやってみまして、その場所によって一番いいやり方のベストなのをやってったって感じです。これもね、やっぱりカーブのラインが入ってるものは特にそういう
後から貼った状態からもうそれ以上何もいじらないっていうところで、あの裁断最後の方にした方がいいかなってすごく思いましたね。でこれがさっき言ってた取っ手のやつなんですけど、ちょっと次足す必要があったりしてですね、こういうふうにやって、これも一部の粗立ちですよね。で元のパーツはこれだとさっきのあの丸いカーブのと反対で、先にぴっちり裁断しておいてた状態なんです。それ以上この、 あの裏地のパーツは触らないんだけど、芯地だけを粗立ちしておいて、こうやってくっつけておいて覆いながら、後ではみ出たところをカットするっていうやり方ですね。で、あの私が思ったのはですね、あのこの今回のこのかまぼこの形のボストン型っていうのは、主に表面、裏面、そして長いあのねファスナーのとこも含む長いこの口布剣マチですね、あのパーツの3つですね、主にあのあれが大事なんですよ。あれが歪んでるから、ギョニュって歪んでフルフルに見えちゃうっていう原因があったと思うので、前回の時に。なのであの3つはその最初からあの粗立ちを、生地自体も粗立ちして、芯地も粗立ちしてっていうやり方をして、くっつけた後に裁断していくっていうやり方を取るのが、その歪まないっていうのには一番いいやり方なのかなと今回思いました。でこのようにね、あのもう今回あの表地はオリジンの赤色を貼りましたから、ちょっと赤いのが見えてますね。で裏地は最近よく使ってるラメンツインクルサテンっていうやつのグリーンもあるんですよ。これね、この裏地非常にいいもんですから、すごく気に入っていて、全部でね10種類ぐらい裏地があるのかな、裏地の色がカラーの展開があって結構あるんですよね。それの中の今までも黄色だったり赤も使ったし、でピンクも使ってきたし、オレンジ、茶色みたいに見えるオレンジも使ってきましたよね。で紺も使ったことがあるんですよ、実はね。でそういうふうに来てくる流れで、あのこのグリーンもあるんです。そして黒もあるんですよね。でシルバーグレーというか、シルバーみたいな色っていうかね、まあグレーでしょうね。ラメが入ってるからシルバーみたいに見えるんですけど、グレーなんかその色も含めると全部でそこそこ何色かになるんですけど、薄いピンクのベビーピンクみたいなやつと薄い水色もあったのかな、なんかその2つだけちょっとあの合う表地がなかったから使わなかっただけで、あとはほとんどね全部ね使ったぐらい、すごくお気に入りの裏地だったんですけど、裏地でお気に入りってちょっとなんかねあの変わってますけどね。でもこういう裏地ね、もうなかなか定番のものじゃなくてですね、やっぱりなくなっていくんですよね、ねどんどんね。だからやっぱりあるうちにちょっとトライしてみたいなと思って、そのいろいろ裏地使う中で、あのこれ結構ずっとあればいいのにって思うぐらいすごくいい裏地だなと思いました。おそらくですね、あの前との違い、前のあの1個前の動画で出来上がっていたマルチカラーのカーキグリーンが地のですね、ストレッチフクレジャガード、あるいはね薄生地が薄すぎてちょっと変形しやすいタイプだったんですよね、ちょっとしたことで。なんだけど今度逆にこちらはですね、結構厚みのある生地なので、あの針が通るかっていうことのこのまたね悩みがちょっと出てくると思うんですよね。なんか難しいんです、その薄いと薄いでね、またちょっと形がうまく整わないなんか悩みどころが出てくるのもあるんだけども、今度生地あまり分厚すぎてもあの針がね通らずに、なんかあのね通らないともう縫えていきませんからね、なんかその辺の懸念があるので、中間ぐらいって非常に難しいんですけれどもね。そうなるとじゃああのいい感じの柄は見つかるのかとか、なんかそういうことがあるので、ちょっと生地の入手はねなかなかね不安定なものなんですよね。だけども、まあ、あるうちに、ちょっと、まあ、いろいろやっていって、特徴をつかんでいきたいと思っていますので、今度は、だから、いい比較になると思うんですね。前の時のとはちょっと違う、分厚い生地でやってみたっていうことの結果が、どんな感じで出来上がるかっていうのをお楽しみにどうぞ。多分、おそらくですね、前ね、この同じ型で、ゴブラン織りを作ったと思うんですけど、これがもうリュックのショルダーさえ作れないぐらい、もうこれ以上ダメだって、針が通って、飛んじゃって、ものすごい2、3センチ大きな針目になっちゃって、糸目になっちゃってっていう風でダメだったやつがあったんですけど、あんな風にはならないと思うんですよね。ということで今回はこれで作っていきますので、またどうぞご覧くださいね。よろしくお願いします。ありがとうございました。
間違えたらまた。